立ち位置を探しております。ここかな。どうも皆さんありがとうございますということでございまして、もうニコニコしてる、嬉しいということで、ちょっとね知らない方もいると思いますので、まずは自己紹介からいきましょう。あれいきますよ、ワンツー、君のハートにレボリューション。どうも宇宙海賊のゴージャスです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで大丈夫ですかね。ということでザ・レベル5デカポリス実況ステージ、いいスタートから始まりましたね。これね、いいスタートそれ、あ、ちょ、危ないここいいスタート、ありがとうございます。 LED だからドタバタしちゃうとやばいと思って危ないということでございまして、今日も楽しくやっていきたいと思います。地球儀はもう使いません、はいね、もうやったんでね、はい、ということでございまして、今回こちらのステージでは出演声優 VS 宝石強盗デカポリス実況ステージやっちゃいまーす。ありがとうございます。ということでございまして、完全新作タイトルデカポリスの魅力や楽しみ方を皆さんに紹介していこうと思いますので、ね、皆さんもよく見て盛り上げて、配信の方もね、いっぱいわらわらわらよろしくお願いいたします。はい、ということで呼んじゃう、お前ら俺たちのファンじゃない、俺のファンじゃないなあっちのファンだろよ、いいでしょう、わかりました。早速僕と一緒にデカポリスの魅力を伝えてくれる方をお呼びしたいと思います。この方です、どうぞ。どうも、林優さんでございます。よろしくお願いします。声優の林優です。はい、ということでございまして、はい、突然ですが、はい、林さんとデカポリスの関係、どんな関係なんですか？ですね、デカポリスの中のメインキャラの一人である、チャン・チンホワというキャラクターを、声で出演させていただいております。出演声優ということでございまして、はい、そうです、はい、はい、ということでございましてですね、それでは、ね、ちょっとね、みんな林さん見てね、いるよマジでこんなゴージャスさんのファンの方いっぱいいますからいや待ってよ、ちょっと、はい、目がハートになってるよでもすごいんですよ、やっぱさっき楽屋のところから、はい、ゴージャスさんと2人でこのブースまで行ったんですけど、もう多分20人ぐらいに声かけられてる、いや大人気、いやコスプレイヤーだと間違われてる人もいらっしゃるかもしれないですね本物で声が大きいのは本物です、はい、よろしくお願いします、はい、ということでございまして、はい、早速こちらデカポリス紹介していきましょう。座っちゃいましょう。はーい、どうぞ。はい、ということでございまして、私がこちらですね、はい、よいしょ、はい、それではいきましょう、はい、この作品はですね、オープンワールドの巨大な犯罪都市を舞台に、現実と仮想空間を行き来しながら凶悪犯を追い詰めるクライムサスペンス RPG でございます。はい、はい、主人公である新人刑事ハーバードが、現実の街を完全に再現した仮想空間デカシムを駆使して事件を解決に挑むというね、内容となっておりますね。はい、こちらですね、はい、ハーバード、あ、かっこいいですね、かっこいいですね、主人公ハーバード。そして林さんのキャラはどれ？右から2番目の、ちょっとあの滑覆のいい子ですね。滑覆の、あ結構滑覆のいいキャラをやるんですね。はい、そうなんです、ね、ということでございまして、なんと自称正義のハッカーということでございますけども、チャンさん、自称っていうところがちょっとねキーポイントになってくるんだと思うんですけどね、なんかやっちゃったんじゃない、もともとこれはもうプレイをしながらちょっと試していただければ、はい、楽しんでいきましょう。さあ、そしてその他にもプロファイリングが得意なマニマニーやネゴシエーター専攻のカールなど、それぞれの得意分野を持った刑事たちの能力を駆使して難事件の解決に挑みますということです、はい、さあ、ということでございまして、続いて事件解決の流れでございます。デカシムでは過去の犯罪現場も再現できるので、現実で事件を解決する手がかりを集められますということでございますね。過去の犯罪現場ですね。いや、みたいですね、それを、はい、仮想空間の中で、映し込むことができる。はい、そして、はい、まずは現場を捜索し、証拠品や犯罪の痕跡を探します。そして
集めた情報や証拠品を事件ボードにクリップして事件の真相を推理しましょう。こちらが事件ボードね、よく見ますよねこれね。見ますね。アメリカのやつとかね。アメリカのやつとか、うん、はい、アメリカのやつありがとうございます。すごいぼんやりしますよね。そして真犯人を、指摘し、こちら事件を解決に導くんですが、犯人によっては逆上し襲いかかってくる者もいますということで、刑事としての冷静に対処しましょうということでございまして、はい、なんと襲ってくるっていうのはちょっとね新しいのかな。そうですね、うん、はい、そして追い詰めた犯人との戦闘では、心に訴えかけてマインド攻撃を仕掛けることも可能ですということで、おう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 、母ちゃんが夜なべしてみたいな感じですね、うん、すごい例え出てきましたそしてしかし時には悪意が具現化したクライムビーストとなって襲いかかってくることもありますということですね。クライムビーストどんなやつなんだこれは。すごい、ね、近未来のギミックを駆使して、無力化し凶悪犯を逮捕しましょうということでございます。なるほど、はい、そして無事に犯人を逮捕できればケースコンプリートとなりますということでございますよ。はい、分かったかな、分かった人、あ、みんな分かった、ありがとう、よし林さんゴージャスも見てくださいね、うん、ね、ということで、はい、実際にゲームをそれではプレイしていきましょう。はい、行きます。さあプレイは林さんがやっていっていただきたいと思います。はい、どうですか自信のほどは。いやでもほぼほぼ本当初見プレイなので、初見プレイ、まあ、ちょっとドキドキしつつ、はい、楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、増加する凶悪犯罪者に対抗しうる刑事を育成する仮想空間。さあ先ほど言った、はい、仮想空間ですね。ギリシャ語で10の都市を意味するこのデカポリスにはその名の通り10の区画が存在します。うん、ギリシャ、ここ、この街には衛星からの地形データ街中の監視カメラ映像、政府が管理する個人情報、モデルとなったブロードストーンの全てが取り込まれており、それらを AI が分析し、すごい街で起こる全ての事象を完全に再現しました。完全に再現。デカシムを使うことでより高度な訓練が可能となったのです。なるほど、おいやすごいですよ。もともとあった事件をね調査できるデカシムでございますんでね。面白い世界観。ハバード主人公、はい、これが多分あれですね、はい、デカシムに入った瞬間の描写なんじゃないかなと。おお、すごい、すごい、あれ海浜幕張みたいな、ね、え海浜幕張ではないですよすいませんおお、着地しまして、いったぞ、いいですね、デジタルな表現が。うん、デカポリス、さあ行きましょう。18時35分ですね。うん、全員いるわね。おミサエケンブリッジ、多分この方が多分司令官というか、はい、司令官、偉い方なんですよね。いいですね。で今目の前に立っている5人が新人の、はい、はい、ポリスという形になって、一番右が、チャン・チンホーでございます。チャンさんがいますね。はい、リーダーハーバード・マークス、訓練要項は確認しているね。うん、はい、さあ教官早速始めましょう。結構勝ち気な感じなんですね。自信満々ですね。新人なのに腕組んじゃってるっていうのは、ね、なかなかの。ただかっこいい、かっこいいかっこいいぞ、めちゃくちゃかっこいい。この世界には現実の街と全く同じ人が生活している、うん、仮想空間だからといってその人たちのプライバシーの侵害は許されない。なるほど、お仮想空間なのに、はい、人の迷惑にかけちゃダメだよっていうことを教えてくれてるってことですね。はい、そういった、え、ダメなの。ダメなのよ、マイキー君。マイキー君分かったね。あららら、ダメなのね。うん、もうすぐこの近くのストリートの宝石店、まあポリスとしてやっぱ秩序は守っていかなきゃいけないってことですね、ゲーム内でも。もう強盗事件が起こるのは分かっているということで、はい、教官、質問があります。事件が起きることを伝えてしまったら未然に防ぐことも容易なのでは。確かに。あら、そう、事件が起きることが分かっていても防げないと。ん、さあどうかしら。なんだなんだ、どういうこと。なんか考えてます ね、なんかあるちょっと意味がありそうな、まあ、とりあえずはミッションを返して行ってみましょう、はい、さあ
じゃあどんどん進んでいきましょうかね。事件現場に向かうということでございますけども、はい、どこが事件現場なんですかね。これ多分この下の、矢印に、沿って歩いていけば、その事件現場に着くはずでございます。分かりやすい、はい、あ、いろんな人たちが、ね、いますね。あ、なんか未来的な格好してません？ねえねえ、何これ、あら、すごいすごい、なんだこれ、カラコレみたいな、すごいなんか羽みたいの生えてますね。そしてなんかこのカラーコーンもちゃんとなんか下に機械みたいなのがくっついてて歩行できるようになってますね。すごい、なんかガードレールみたいなのがな、未来的。そうなんですよ。わー、いいですね。あー、こんな世界入って遊びたいな。遊びたいですね。たいな、広がりますよね。いろんなロボットもいる。本当だ。あ、なんかちょっと仮想空間に一緒にいそうな、ねえねえ、感じの子いますけど。すごい。いや、街並みも綺麗。はい、さあどんどん行きましょうか。はい、ちゃんと信号が青なので渡ってます。おー、今車いましたね。あ、よかった。でも止まってくれてたみたいですね、信号が。はい、さあ周りも車も未来的、めちゃくちゃ高そうな車です。車間距離全然守ってない急ブレーキだったね。さあ結構激しめですね。あ、お、かわいいクマちゃんもいていますね。いいですね、こういうキャラクターも使えるとかだったらね。すごい、なんかもうめちゃくちゃ動いてますけど。めちゃくちゃ動いてるな、これ。そんなビラみたいの配るのに、そんな、ね、誰も受け取ってないじゃない。さあ、はい、じゃあこんな入っていきましょうかね。はい、ここが現場ですね。はい、ここが宝石店。おー、結構人がいっぱいいますね。今のところ異常なし。ひとまず店内や客を見て回ろうか。はい、こっから操作が始まるんですかね。はい、さあまずはさあケース2、宝石強盗事件ということでございまして、はい、さあ事件を操作してみようということですね。はい、捜査パートに行きます。捜査パートでは映ってる証拠を調べたり、はい、人から事件について話や証言を聞くことができる。うん、デカスキャナーを使ってみなさい。R1 を押せば何か情報を、知っている人にセンサーが。おお、これで、はい、みんな怪しく見えるんだよな。いろいろ話しましょう。あの太ったおば様も宝石見る目がかなりヤバい感じだし。おお、こっちの夫婦もコートの中に何か借金だってあるの。あれ、これは女性客が。女性客。ああ、おお、はい、借金があるということは犯人ということでよろしいですかね、これ。早いですね。でも何かしらの手がかりになるんじゃないか。何かしらあるのかな。はい、 お前も友人に自慢できるようなものが欲しいって言ってただろう。あら、なるほど。これは、あ、はい、これが先ほどの女性客と男性客 ね。はい、夫婦揃って宝石店でショッピングか、憧れちゃうな。夫婦なんですね。おー、この2人が夫婦だそうです。夫婦で、はい、あ、なんか警備、新米警備。椅子が光ってますね。椅子が、おお、なんでドーナツが、ドーナツドーナツドーナツ食べるんですか ね。さあ、お、サイバースキルで情報を引き出すということですね。はい、さあということで会話してると、はい、なんか鍵のかかった、うん、派手なマークの人がいるんで、はい、サイバースキルを使って突破していきましょう。はい、で、はい、これが緑の、はい、鍵がついてるので、はい、同じ同色を選ぶといいみたいなので教官を選びます。教官、わかります。すごい、はい、すごい。老紳士。お、そこの店員が何度もスマートフォンを触っておりましたで、ね、うん、あらら、あら、店員なのに。え、なんですかね、この子ですね。ちょっとじゃあ話しかけてみましょう。ああ、ドキドキしてきた。ほう、スマホ操作に何ですか、夢中で気づいていない。なんですレベル5のスマホゲーでもやってるんですかね。そうだと、そうだと信じましょう。じゃあどんどん、さあ、はい、ケビン、あのご婦人、うん、お、かなり宝石好き、うん、あら、レッドティア、レッドティアに、あ、すかね、レッドティア、レッドティアというか、レッドティアとは何でしょう。これにちょっと話しかけましょう。お、警備ロボットもいる。いますね。警備中、警備中。やっぱ強そうですね。やっぱね、でかいですね。お、でかい。ドーナツ。いや、ドーナツ。ここまでドーナツをしてるんですか、これ。お、あ、これは話しかけましょう。夫人。あら、展示だけ。あ、展示だけ。手に入らない。お、夫人がこっちにも話しかけてみましょう。メガネの人。あ、
あ、これ店長。店長。おお。あ、これがレッドティアなんですね。他のジュエリーをすべて合わせてもレッドティアの方が価値は上なんですよ。うん、このお店の。すごい、相当高価ってことですね。あら。いいですね。あ、これも。あ、ちゃんと記録して。集められる証拠はこのくらいでしょうか。おお。ちゃんといいところで言ってくれるんですね。そうですね。良心的。未然に防ぐってやつどうするの？うん。それはもうやめた。どういうこと？このミッション何か引っかかる。おお。どういうこと？どうやら彼は頭も切れそうな感じですね。強盗が成功するか？未然に防げと言わんばかりに。うん。そう言われると確かに。おうおう。うん。ふと思ったんだけど、これってあくまでも過去に起きた事件なんだよね。うん。もし事件のことをネットとかで見て僕たちが知ってたらどうするつもりなんだろう。確かに簡単ですもんね。そうしたらね、おそらく事件には何らかのアレンジがある。そういうことか。難易度を上げてこの事件のある可能性が今から起こる内容には相違点があるんだ。なるほど。あら、相違点。例えばどんな。そうだな、例えば犯人が違う。どういうことこれ。そういうアレンジの加え方なんですね。うん。お、早く。あら、あら、大丈夫かな。ちょっと見に行きましょう。あ、小さい子が。子供が助けに行かないと。子供が車にはねられた。あ、表で子供が車にはねられた。早く早く行ってあげて。ほら、大変大変。早く早く行ってきて。早く。はいはい。カール、カール、行くな。事故に便乗して犯人が動くぞ。なんだって。すごく冷静だ。冷静だ。ちゃん行っちゃいましたけどね。ちゃん行っちゃったね。え、行く必要大丈夫なんですかね。まあ、縦に分かれないと、うん、あら、入り口のクマ可愛いのになんか持って、うわ、手を上げろクマ。あー、下手な真似すると死んでもらうクマ。すんごい危機迫った場所なのに最後語尾にクマってつけるんです ね。いや、こいつが犯人だったのか。あ、故障してんのか。警備ロボット動いてない。わ、めっちゃ宝石取っとる。めっちゃつかみ取りみたいな感じで。めっちゃ何あ、一応ね、あ、敵狙って。激しいですね。やばい、どうするこれ。それではサルベラクマ。いや、クマつけるんかい。ゴビは可愛いんだけどな。お、囲んだ。いいぞ。警察だ。お、かっこいい。殺意だぞ。浮き上がってた。わ、煙だ。煙幕。これは煙幕。ちょっと煙幕は最初そこだけあれなんですね、忍者っぽい、ね、はい、古風といえば、ね、近未来でも煙幕は全然使えますね。使えますね、うん、効果的ですね。さあ、ここからはバトルだ。外に待ち構えていた。いたぞ。マニマーニーと、はい、チャンさん。じゃあどんどん戦っていきましょう。はい、ということでございまして、はい、戦い方ございますね、はい、赤いシールド、うん、はい、で、マインド攻撃を完全に防御する、つまり今の犯人は聞く耳を持たないってこと、はいはい、こういう時は LR、のこの1で、ね、スキルを切り替えると、はい、で物理攻撃スキルを使えばシールドを破壊できるので、はいはいはい、シールドと同じ色の赤色が有効みたいなので赤色を使っていきたいと思います。赤には、はい、これですね。赤、はい、いきます。さあ、赤には赤で、お、さあ、ちゃんやられてますね。チャンさんが受け止めてくれた。体がでかいから相当守ってますね、女性を。さあ、いいとこありますね。いいですよ、でも、はい、いい戦い方。さあ、こちらのね、お、強い。どん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 やっていきます。やっていきましょう。まずは、あれを割りたいですからね、うん、さあ、おっと、お、これ割れまして、破壊したか。さあ、お、チャンさんのカメラ位置がちょっとさあ、今チャンス。お、さあ、犯人逮捕せよということでございますね。はい、無抵抗状態にしたら逮捕できる距離まで近づくと、はい、近づいて、はい、そこで長押しすれば犯人を逮捕することができる。はい、はい、素晴らしい。さあ、近づいていきましょう。さあ、ホールド、長押し、はい、OK。 いや、楽ちんですね。いいですね、本当にということでございまして、これで事件解決、うん、解決しましたね。デカバングル、あれですね、手錠みたいなことですね。そうですね、未来のね、手錠もちゃんとなんかあの電子みたいな感じですね、うん、はい、さあ、事件解決でございます。はい、ということは
これで課題クリアってことだよね。お、巻いて終わりましたね。報告を。はい。いや待て、なんか妙だ。まだ引っかかってる。妙って。どういうこと？なんだ？もう一度現場を洗い直すぞ。直すの？そういえばちょっと慎重すぎじゃない？ねえ、でも何かさ見つかるかもしれない。念には念をっていうことなんですかね？なんだ？それもそうだね。なんかスマートフォンが起こってますね。スマートフォンが押してますね。もしかしたら場所的に先ほどの店員が持ってたものかもしれない。ああ、そうかもしれない。はい、そして新米警備員。お、監視カメラの映像を見て驚きました。警備ロボが2体とも動かないなんて。そういうこと？警備してなきゃ意味がないですからね。ね、監視カメラも動いてたということで。はい、じゃあちょっとおばあさん。あら、夫人。ね、大丈夫？うん。そう、みんな仲間さ。ね。安心しな。おりょう。いやもうこんな時も。はい。こんな時も。誰が仕込んだんだ。ね、椅子の裏とかにくっついてたんですか ね。さあ、いろんな人の話を聞いて、はい、鍵がついてるということで。じゃあ。会話スキル。会話スキル、赤なので、はい、追求で。追求。はい、マリーンと。うん、おお。あら。別に何も隠しちゃいない。近々体験が手に入る予定があるってだけだ。いや。強盗事件とは関係ないからな。いやもう完全にこいつでしょ。完全に怪しいでしょ。もう逮捕してもいいんじゃないかな。これ焦りすぎちゃうと本心言っちゃう人なのかな。おお、大金が入る予定という。Yeah。さあ、女性客。なるほど、じゃあどんどん行ってみましょう。でさあ、お、なんかありそうだな。レッドティアの保護機能がダウンしてしまった。確かに強盗犯が銃撃ったからね。バリーン割れちゃってますね。そういうこと、ね、でもまあありますからね。ありますね。盗まれてはいないということで、うん、あ、老紳士。さあ、あの男性、強盗が入る前に大金が手に入るとか言っていたような。言ってましたよ。言ってましたね。もうほぼ確でいいと思いますよ、私。ねえ、お、店長、本当だ。もしかして共犯者がいる可能性がある。いや、どうなんですか、この中に共犯者がいる可能性が。僕はね、うん、考えすぎだと思いますけど。お、どうなのか。共犯。証拠集めはこんなところじゃない。あら、これも事件ボードで整理しよう。全部集まったと。なるほど。さあ、先ほど言った事件ボードが展開されるみたいですね。はい、じゃあちょっと開いてみますよ。はい。おお。お、未来的なやつなんですね。未来的ですね。さあ、事件ボードでこちらをね、事件を整理していきましょう。はい、事件ボード画面とエビデンステーブル画面の、はい、2つの画面があるみたいですね。はいはい、1つ目の事件ボード画面は集めた証拠や人物の関係性を整理していく画面。今映ってる画面がそうですね、うん、はい、で2つ目のエビデンステーブル画面は集めた証拠や人物の情報カードが格納されている画面。はいはい、なるほど、貼り付けるカードを選択したり、一部のカードは事前に分析したりできる。ほうほうほう。あなたの推理で容疑者、証拠、関係性をそれぞれの形の枠に貼り付けていきなさいと。はい、はい、貼り付けていきましょう。貼り付けていきましょう。これがボードでしたが、試しにこう、はい、容疑者のところにセレクトすると、はい、なんかヒントの文章が書いてある。そうですね、うん、容疑者、はい、どうしましたら借金は強盗の動機としての可能性がある。ちょっとあれだな、借金。お、2人の関係、あ、いろいろ埋めていくということでございまして、まずは、なるほど、じゃあちょっとセレクトしていきましょうか。セレクトしていきましょう。みんなで一緒に考えていきましょう。宝石への執着を示す証拠や証言が必要だ。ほうほうほう。ってことはこの人はすごい執着している人が入るっていうことなのかな。さあ、こちらの中からの写真をはめ込んでいくのかな、はい、さあ、登場人物は全部揃っている。はい、なるほど、なるほど。じゃあいいですね。おそらくなんですけれども、はい、どれを選んでみようかな。お、借金があり、近々大金が入る予定があった。あ、とりあえず試しにここにやってみましょうか。宝石店には常連客もいるようだ、うん、事件発生時の状況を示すものがあれば有力な証拠になるかもしれない、はい、2人の関係性、関係性、うん、派手な強盗事件を起こし、現行犯逮捕されたが、これで事件解決と言えるんだろうか。言えるだろうか、うん、これはこれはクマさんですね。クマさんがそうですね、派手な事件を起こしてましたので、はい、分かりやすいところからどんどんやっていきましょう、はい、お、ちょっと分析対象確認。お、監視カメラの映像もこれで見れる。ホールドしましょう。はい、
さあそこから見られるものは、はい、あ、分析完了しましたね。はい、はい、じゃあこれが分析された後のやつですかね。はい、ちょっと教えましょうか。あ、これはスマートフォンの、ね、なるほど、これ下かな、下のこの下か、はい、こっちこっちですね。これが、はい、カメラの分析映像。はい、ここを紐付けたということでございます、ね、それで、そしてここはちょっとでももしかしてここが犯人になる可能性もあるから、はい、ちょっと飛ばすとして違うところに、上の写真のところはどうですか。ここやってみましょうか、はい、借金は強盗の動機としての可能性がある。借金ってことは借金がある人、借金があるため、あ、でもあ、こちらの人も借金がある。じゃあこの人を紐付けてみましょう。あ、違うかな、これ合ってますか。ちょっと待ってくださいね読みながらやっていけないと、はい、これは事件の犯人が単独犯とは限らないため、はいはいはい、複数人で来店している客にも注意が必要だ。あ、これカップルじゃないですか。夫婦ですね。夫婦ですよね。ってことはこれじゃない、こっちがこっちかな、うん、これ、あ、これで合ってますね、はい、これとと、これがこっちが、はい、一回戻っていただいて、あ、戻っていただいて、あ、わかった、さっきの、はい、これが、はい、上かな、そうですね、はい、これがカップルっていうことでございますね。で、ここの関係性がおそらく夫婦、はい、ここで、はい、完了したわけですね。不審な金の動きは事件に関係しているのかもしれない、出ないということで、そちらのここに、はい、あ、これですね、最近入るよって言ってましたね、言ってましたね。これは逆かな、これこれ逆、よー、こっち、これって逆な、これが逆、はい、これが、こうで、はいはい、これが女性、あ、店長じゃない、これがガチでやってる、すいません東京ゲームショー、メガネがちょっと似てるから東京ゲームショーガチでゲームやってます、はい、はい、そしてここが、ここが外部と密かに連絡を取っている人物がいるようだ。あ、だ、これスマホ持ってた人じゃないですか。だ、 だ、 だ、これですかね。うん、店員、行きましょう。そして証拠や証言、これはもうスマホでしょ、スマホ、これちょっとね、チャン・チンホアにハッキングしてもらいましょう。チンさん、正義のために、さすがハッキング、ハッキング、こんなところね、はい、証拠はめ込んでいただきました。で、これをはめ込んでいきましょう。そしてどんどん紐解いていくと、この宝石店には常連客もお勇気いるようだ。2人の関係性、事件発生時の状況を示すものがあれば有力な証拠になるかもしれない、はい、じゃあまずここから、ここにレッドティア、これはこっちかな、いやでも夫人は宝石好きで、はい、そうですね、これかな、はい、で上のハテナが、このハテナが、これが共犯な、共犯だっすよね、うん、それがこのクマがやっぱり誰かと共謀してたんじゃないかという、そうですね、常連客、常連客、常連客と思われるが、ね、うん、じゃあこれを彼に、あ、そうなのかかな、そしてこっちはここにも常連客ね、とりあえずじゃあ埋めていきましょう。店長です。警備、警備の、あ、じゃあこれですね、はい、あ、もしかして逆かもしれないってことですかね。いや違うか、一回でも証拠見てみます。はい、こっちのこれ、はい、入る証拠がこれかな、レッドティア、レッドティア、そして、そして宝石の強い興味は犯行動機の裏付けになりそうだ。これをはめ込んで、お、店員は仕事中何度もスマホを触っていた。あれ、これ違うな。違いますね。お、ということは、ちょっと待てよ、ここは、これはこっちが違うってことかな。これじゃですね、そうですね、こっちのスマートフォン外して、外して、ここを、あ、いや、ここは上でいいのかな、これですかねちょっと待ってくださいね、ゲーム、本当にゲームやってる。ここが、これが、これなんで、これさっきの方で、はい、で、スマートフォンが、あ、これが違うんですかね、はい、これが違うと、ってことはここに、スマートフォンをくっつけて、はいはい、
何かあったら僕の耳にあの、ええ、天の声が聞こえるような何かあったら、はい、そうなんですね。で、これが、先ほどの夫人になるんですかね。はい。で、あ、ライブと左上が、はい、右下と逆かもしれないですね。これ、うん、そうそうそう、これが、はい、そこで、これが、おば様がここで、はい、ここで、おば様がそこかな、ここで、はい、なるほど、僕の勘ですよ。このなんか天の声が聞こえるって今ちょっと言ってましたけどね。僕のね、じゃあでこれがこうなるってことですね。はい、こうなると一応全部埋まりましたけども、はい、これが本当なのかどうかを、うん、シンキングビジョンで見ていきたいと思いますんでね。はい、リスタンデーされた箇所の人物証拠関係性、修正を繰り返して暴動を完成させなさい、はい、だからもし失敗しても、はい、全然、やり直しが効くっていうことですね、はい、そうなんですよ、人生も一緒一緒、そういうこと、さあ、お、さあどうか、どう、 OKOKOK、 いいぞ、お、あ、ミス、これがミスがある、ここのところがそうか、ちょっと見ていきましょうか、なるほど、はい、こちらは犯人の持ち物であれば、そうですね、犯人の持ち物であればということは携帯が違うところにあるんですかね、はい、これは1回ミスしたおかげで逆にいいぞまでできたということで、と待てを、クマの、犯人の持ち物であれば有力な証拠になるかもしれない、はい、これが何でしょうかね、携帯か、はい、携帯入れて、はい、でこれはここは状況を示すものがあれば有力な証拠になるかもしれない、これがこれはカメラの分析映像、上は何ですかが、宝石好きで有名で今はレッドティアに就寝している、じゃあ下なんですかね、これですかね、ってことは夫人が、レッドティアを欲しがっていたなので、はい、こっちに、はい、これを執着という情報をいいですね、はめ込むと、ゲームしてますよ皆さん、してますね、いきますよ、シンキングビジョン、オッケー、これでハマったか、さあ考える、店で一番高価な宝石は他のジュエリーを全て足した価値を上回ります、はい、はい、そう、強盗犯のクマは真っ先に一番高価な宝石を奪った、うん、いや違います、ポケットに入れてたの違いますね、違う、細かいの入れてたもんね、いいっすね、はい、店の奥に展示されていた特別な宝石は青く輝いていた赤なので違いますね、レッドティアです、レッドですが赤ですね、さあこれを踏まえると、はい、うん、お踏み込んで、イエス、よっしゃ、これはいくか、実に面白い、さあどうなる、すごいすごい、フィニッシュ、拍手がいや事件解明ということでございまして、はい、推理完了します、さあ容疑者が並んでおりますよ、うん、じゃあちょっと聞いてみましょうか、はい、これって私も疑われていることですよね、うん、私何かしましたでしょうか、しましたでしょう、容疑者とは穏やかでありませんね、うん、名誉毀損で訴えることになりました、よろしいんですかね、いやおいおい、これは何の真似だ、ちょっと怒ってますね、おで最後、夫人、これって完全に誰が犯人かっていうのを暴くということでね、暴く、僕はじゃあちょっと直感になりますけども、はい、ローシンジでいきます、はい、おゴーですか、これ頼む、当たってると思う、ちょっと大丈夫、頼む、直感力だけは信じたい、自分のアーバードがちょっとにやけながら来てますよ、これいいですね、自信たっぷり、この事件の犯人はお前だ、何食わぬ顔のヒゲジジ、結構口悪いですね、すげえこと、なかなか強めですね、いいですね、盗んだ、でもやっぱかっこいいな、真犯人何を言っているんですか、お大丈夫ですか、これそう来なくっちゃ大丈夫か、計画性のない浅はかな強盗の犯行に見せかけた周到な強奪計画だ、おお、名付けてクマちゃんが犯人と思いきや実はヒゲジジイがくすめてます計画何を言うかと思えば、あ、でもなかなか冷静ですね、老紳士が出たな、犯人の決まり文句、
そうやってせいぜい俺の追求を演出しろ。はい。ハーバード、では事件の真相を説明させてもらおう。今回の犯人の狙いはある一つの宝石だ。一つの宝石、一つ、え、なぜならその一つの価値、この宝石店の他の全てのジュエリーを足した価値を上回っている。そうですね、さっきね言ってましたね。ヴァンパイアの涙とも称される幻のダイヤモンド、レッドティア。店に来た時に店員が客に説明していた。なるほど。あなたはこの貴重な一品を手下のクマの雑な強盗をおとりにしてどさくさに紛れて盗み出した。なるほど。待ってください、できるわけがないでしょう。それにレッドティアならあの店の奥の一番豪華な商品も。間違っちゃったんじゃないのこれ、ちょっと今飾ってあるのか、大丈夫？あれは偽物さ、すでにすり替えられている。え？さっきクマが銃を乱射したのは客を威嚇するためではない。本当の狙いは壁の中に隠されたセキュリティ回路。壁の中にセキュリティ回路が。なんだって？隠されていた。通常レッドティアに手を出せば電撃の洗礼を受けることになるが、保護機能が働かなければ簡単に取り出すことが可能だ。クマの強盗パフォーマンスに全員が注目している間にショーウィンドウの中のレッドティアをすり替えたという。なるほど、集中させてたんですね、そっちに。ねえ、壊れてた。クマの無計画な強盗事件などではなく綿密に計算された組織的な強奪計画だったんだ。なるほど。しかし客は他にもいる、なぜ私なんだ。そうだそうだ、なぜ。クマが銃を向け脅していた時、客たちは逃げたい気持ちからほぼ全員が別室に通じるドアの方に移動していた。ああ、うん、しかしあなただけが世界一番監視カメラのとこで言ってた。よく見てるんだ、監視カメラは捉えていた。それは宝石のすり替えを素早く行うためだったわけだ。本物のレッドティアはコートの右ポケットといったところかな。わお、お前、お、追い詰めてきてんじゃないですかこれ。何者だ。教えてやろう。お、かっこいい。俺は新人ながらスーパー有能な刑事ハーバード・マークスだ。覚えておくのに。いや、かっこいい。いや、かっこいいな。犯罪者よ、この顔を。しかとその目に焼き付けて。いいですね。アクリルキーホルダー欲しいですね。アクリルキーホルダー欲しいですね。すでに欲しい。現行犯対決。やばい。お、老紳士だった。やはりいいぞ、捕まえましょう。捕まえろ。うわ、また煙幕。煙幕結局煙幕。あ、どこ行ったの。追いかけろ。さあ、老紳士逃げ出して。出しましたね。どうなってる。警備ロボットのせい。まさか。え、彼らは私のナイトになった。警備ロボットだ。うわ、マジかよ。手が奪っちゃって、これ敵になっちゃったのこれ。機械もいじれんのか。チャン・チンホワよりもなんか機械に詳しいんじゃねえか。やばい、チャンさん。さあ、いたします。警備ロボットと実力行使だ。行くぞ。よっしゃ、つけなければいけない。さあ、それではさあバトルに入りましょう。うん、さあ、こっち3人いる。さあ、老紳士、青いのをまとっていますよね。よし、じゃあ、青をどんどん使っていきたいと思います。はい、さあ、今は無秩序ノイズを使った。無秩序ノイズ、これはマインド攻撃なんでね、はい、心に攻撃を仕掛けていきます。はい、さあ、技の名前もいいですね、なんかノンリブレイク。あ、マザークライ、いいですね。いいですね。そしたら老紳士の色が変わりまして、お、赤になりましたね。はい、ということはこちら物理で行きましょう。おー、大丈夫か。あー、大丈夫か。さあ、危なくなったら回復もしましょうね。どんどん使っていきます。まだ大丈夫です。はい、続きましょう。さあ、いいですね。どんどん、いいですよ。順調に減らしてますよ。おー、みんなで強い。で、さあ、今割れたんで、お、息強い。あ、あれ、おら、なんだ、エビロボ、エビター解除だ。うわー、こんな、やばいやばいやばい。
ちょっと持ってたんですね。ねえ。おお。何？やばい。あ。おお早い。おお。強い。ハーバード早かったですね今ね。ですね。一人ずつ捕らえちゃった。あらららららら。絶対助けます。どうする？どうする？さあ。なるほど、人質に取られると。さあ、ある人質に取られてしまいました。はい、こういう場合、人質に危害が及ばないよう、うん、はい、物理攻撃スキルは使用が禁止される。物理はいけない。はい、説得スキルというのを使って、はい、犯人の警戒心を解くと。わかりました。はい、やってみましょう。十分に距離を詰めたら救出のチャンスということで、はい、やってみましょう。わかりました。頭に訴えかける。そうですね。じゃあ、論理的な説得、はい、説得、冷静な説得もする。過激な説得。いや、めっちゃ説得してる。で、下の円が緑色になったら確保できますので、はい、なるほど。どんどんメーターが回復したら、バトル中も動けますんでね。はい、なるほど。はい、いろいろと説得して、赤から緑に変わったら行くぞ。捕まえられますので、さあ、説得を続けて。どうか、行けたー。お、行ったか。さあ、ここでスナイパーモード。大丈夫、大丈夫か、撃てるのか、当たっちゃうんじゃないの。お、見えてる、撃て。あ、いた、いた。大丈夫、ちょっとずれたかもしれないけど大丈夫。オッケー、よかった。さあ、確保だ。確保だ。オッケー。言えた。よっしゃー。オッケー。よかった。おー、これ以上はないでしょう。ねえ。もう逮捕した。あれ。何？何何何？どうしたの老人？なんか謎のオーラまとってますけど。なんと。うえ。なんだこら。なんとこちら老人が宝石箱か、クライムビーストとして、うん、悪意が具現化した姿に変わりました。あー、まだ続くぞ。でかいくてなんかちょっと恐ろしいとこもあるけど、見た目もなんか可愛さもあるし。さあ、でも戦い方は一緒でございます。そのまま戦いましょう。今は何にもまとってないんで、ガンガン攻撃しましょう。これも研修。さあ、結構ね、体力ゲージ多いんでね、バンバンいっちゃっていただいて。はい、はい。さあ、バトル中も動きながらね、ちょっと横に行ったりとかもしても大丈夫なんでね。いやいや、はい、いや、エースをぐるっと回り切る。お、なるほど。おい、ナイス。お、なんかいろいろ。お、危ない、お、危ない危ない。さあ、まだ回復しかなくていいか。さあ、こちらまとったのが青いやつなんで、オッケー。またこちらのマインドダメージを与えていきましょう、はい、マインドダメージを与えていきましょう。さあ、どうでしょうか。いいですよ。オッケーオッケー。ここで R2 を押していただくと、 R2 を押します。ここ恐怖が今ね増してますんで、はい、恐怖ダメージが効く、うん、あ、これだと、おおお、どれだ。恐怖ダメージが効くものだとダメージが大きいんで、マインドの、マインドの、あ、これですね。はい、揺らぐ一言言っちゃいましょう。これでよっしゃ 200% オーケー。割れた、よっしゃ。割れたらもう、割れたらボコボコに。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれはもう本当に攻撃ですね。いっちゃいましょう。割れたらもういっちゃいましょう。お、いいですよ、もうすぐ。オッケーオッケーオッケー。これで、ほほ、さあ、終わりだ。オーケー、よかった。もうやっとせ。もうこれでいいだろう。素晴らしい。やりました。ずいぶん派手なボス設定でしたね。まるでゲームだ。なるほど。あれ、ボリュームがありましたからね。おかしい。あんなものが出現するはずはないんだ。あれ？え？じゃあさっきのは？ん？何か、どういうこと？それはこちらで調べておくわ。まずは研修の総評といきましょう。何かしら、なんか
出なかったものが出たみたいなこと言ってますけど、ね、何かしらあったんでしょうか ねそれがなんか今後の物語に何か影響が与えていくんでしょうかね。クマはなぜ一番高価な宝石に手を出さないのか、なぜどれでもいいような宝石の盗み方をしたのか、その違和感に気づけば簡単に解ける引っ掛け問題です。ほう、この点が過去からのアレンジですか。アレンジなどされていない。過去のこの事件は未解決だった。あなたたちによって今解決したの。未解決事件を解決していたっていうことなのか。ということは今日明らかになった犯人は今ものうのうと次なる悪事を働いているわけですか。すでにあの老紳士の身元は分かった。容疑者が絞り込めれば証拠を見つけ立件するのは難しく、近いうちに現実でも捕まることになるでしょう。ただし、現実とデカシムでの事象は完全一致とは限らない。おー、なるほど。どういうことかちょっとまだ分かりませんけどね。今回のところは褒めておくわ。よくやったわね。今後が気になりますね。はい、ということでございまして、はい、さあ無事クリアでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミッションコンプリート。それでは前の方に行きましょう。はい、いやーかなりボリュームがありましたけども。そうですね。はい、ということでございまして、プレイしてみていかがでしたか。いや本当に推理の要素もあったりとかバトルの要素があったりとか、はい、なんか不思議な掛け合わせだったけども、なんかすごいなんかまとまってて、はい、どんどんなんか続きがやりたくなりましたね。あー嬉しい限りでございますよ、ということでございましてですね、はい、こちらのあのゲームはですね、試遊もできますので、はいはい、よかったら皆さんも試遊していただいて、ちょっとね、こちら特別バージョンだったんで、はい、ちょっと前のところまでしかできないんですけども、試遊していただくとこちら、おバッチといろいろもらえますんで、もらえるみたいなんで、よかったら、はい、みたいかがでしょうか、はい、ということでございまして、はい、お時間がそろそろ来てしまったということでございまして、早いですね。さあ、はい、さ最後に、はい、会場の皆さん、そして配信をご覧の皆さんに一言お願いいたします。はい、デカポリス新作にですね、今日もゲームやらせてもらったんですけれども、声優として携わらせていただいたことを本当に嬉しく思っております。全力でこれからもレベル5のこのデカポリスをですね、盛り上げていきたいなと思いますので、皆さんも、試してゲームやって、楽しんで帰っていただければなと思っております。どうもありがとうございました、はい、いやー女性客がこうやって見てるんですよ。いやいやいやちょっとありがとうございます、ということでございます。皆さんもデカポリスを遊んでみるしかナイジェリアソーレーズ、はい、一緒にここナイジェリアありがとうございます。さあということでございまして、お時間になってしまいました。はい、この後もまだまだステージが続きますので、最後までどうぞお楽しみください。以上出演声優 VS 宝石強盗デカポリス実況ステージでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。配信の方ありがとうございました。